こんにちは、ミントです。何事もしっかりした準備と様々な経験を積むことで成功をつかみ取ることができます。 F1 の世界でももちろん、多くのテスト、失敗から多くのものを学び、マシンが進歩していきます。しかし、実践経験のないニューマシンは信頼性などが低い場合も多く、開幕戦は波乱の展開となる場合があります。今回はF1 での波乱の開幕戦となったレースをいくつかご紹介しますね。2003年オーストラリアグランプリ。予選で3位以下に1秒近い差をつけ、ワンツーを獲得したミハエル・シューマッハとルーベンス・バリチェロのフェラーリが決勝でも勝つのではないかと誰もが予想していた2003年の開幕戦でしたが、スタート前に雨が降り出したことが波乱を生み出す形となったのです。フェラーリの2台はワンツーで周回を重ねていましたが、6周目にバリチェロがクラッシュでリタイアし、セーフティーカーが入りました。次第に路面が乾くにつれ、ミシュランユーザーのマクラーレン、ウィリアムズが有利な展開となり、4位まで後退していたシューマッハをダイコネンは抑え切ったのです。そして残り12周でトップを快走していたウィリアムズのモントーヤが単独スピンを喫し、2位に後退したのです。最終的にこの混乱したレースを制したのは、予選11番手からスタートしたデビッド・クルサードだったのです。クルサードはこのような展開でも勝つことができることが評価されている部分なのです。1989年ブラジルグランプリ。前年の1988年にはシーズン16戦15勝という圧倒的な成績を残したセナとプロストのマクラーレン・ホンダは、この年も結果的に16戦10勝とシーズンを完全に支配した形となりましたが、開幕戦は波乱の結果となったのです。フェラーリに移籍し、初戦を迎えたナイジェル・マンセルは、シーズン開幕戦のテストでまともに走れたことはなく、非常に信頼性に不安のあるマシンでした。なんと、テストでは一度もレース距離を走り切ったことはなかったのです。このため、開幕戦では誰もが早い段階でのリタイアを予想しており、当のマンセル自身も決勝後は即座に帰国できるように決勝直後の飛行機も予約していたといいます。しかし周囲の予想を覆し、マンセルはプロストに約7秒の差をつけ、フェラーリ移籍後初レースで優勝を成し遂げたのです。結局その後のフェラーリの信頼性は改善されることはなく、マンセルは6戦しか完走することはできなかったが、そのすべてが表彰台という見事に速いが信頼性のないマシンということを証明する形となったのです。2008年オーストラリアグランプリ。 F1 マシンがかっこよかった2008年の開幕戦は、各チームの信頼性のなさが露呈したレースとなりました。今では考えられませんが、2008年は佐藤拓磨さんと中島和樹さんの2人の日本人ドライバーが参戦していたんですよ。予選ではマクラーレンで2年目を迎えたルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得。2019年に復帰を果たすロバート・クビサが2番手でした。決勝ではスタート後にベッテルやウェーバーを含む5台がクラッシュでいきなりリタイアし、その後もマシントラブルで各チームのマシンが次々とリタイアしていきました。結局、最終的に完走扱いはわずか8台で、その8台が全てポイント獲得となったのです。実際にノートラブルで走り切ったマシンはわずか6台で、中島和樹さんも6位入賞したのです。この年は、ハミルトンとマッサが最終戦までタイトル争いをし、ハミルトンが1ポイント差でタイトルを獲得しましたが、開幕戦で優勝したハミルトンに対し、1、2戦をリタイアでノーポイントだったマッサは、これが最後まで響いた形となってしまったのです。1982年、南アフリカグランプリ。現在、F1 開催復帰に向け準備していると言われている、キャラミサーキットで開催された、1982年の F1 開幕戦の南アフリカグランプリは、レース以外の部分で波乱となったのです。なんと、FIA がドライバーたちが到底受け入れられないような、新たにこのような
スーパーライセンス発給条件を設けたのです。ドライバーは最低でも3年は同じチームに在籍する。ドライバーは契約金額を公表すること。 FIA に対しての批判の禁止。これが何を意味するのかすら疑問に思うようなありえないルールにドライバーは激怒し、ドライブを拒否したのです。結局 FIA が折れる形でレースは無事に行われ、ルノーのアラン・プロストが優勝しましたが、非常に後味の悪い波乱の開幕戦だったのです。いかがでしたか？ F1 は大体強いチームが勝ちます。そのチームは最近では一つか二つですよね。でも開幕戦はこのように波乱の展開になることが少なくないので、2019年の開幕戦には注目したいですね。もしかしたらレッドブル・ホンダがいきなりなんてこともあるかもしれないですよね。2019年の開幕戦のオーストラリアグランプリの決勝は3月17日ですよ。楽しみに待ってましょうね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。